今回の動画はHAISAISメンバー紹介。どうもワンちゃんです。本日の動画はHAISAISのメンバー紹介。はい、結構 DM とかでメンバー紹介してくださいっていう声があったので、今回はメンバー紹介していきたいと思います。YouTube を始めて1年半ぐらいなんですけど、HAISAISもね、結構新メンバーが多く入ってくれて、YouTube を通して入ってくれた人もおるし、SNS の募集でね、何名か入ってくれた子もいるので、紹介していきたいと思います。チームの経緯もちょっと喋っていきたいと思います。で、よく聞かれるのが、なぜHAISAISなんですかっていうのをよくね、インスタライブとか、YouTube ライブとかで聞かれるんですけど、もともとはフットサルチームやったんですよね。FC HAISAISかっていうフットサルチームを作ってたんですよね。で、そこでこうフットサルの大会出たりとかしてたんですけど、優勝できるようになって、で、次何するよ、スポーツみたいなのになりまして、で、次やったらやっぱ俺野球好きやから野球チーム作ろうぜっていう僕のノリの一言で実際にHAISAISを作ったっていう感じです。チーム構成なんですけど、設立したメンバーは、保育士の資格持ってるんですね。幼稚園と保育園の資格を持ってるんですけど、そこの専門学校の友達とフットサルチームを作っててやったんで、基盤は学生時代の友達で作りました。で、そこからこう野球経験者の人が入りの、SNS で入団してくれるので、今のHAISAISがあります。で、HAISAISっていう名前なんですけど、よくそのメンバーで沖縄に友達がいるんで、沖縄旅行に毎年行ってたんですよね。で、そのメンバーが多かったんで、HAISAISっていう、HAISAISっていうHAISAISです。今回はね、ちょっとパワプロのサイトを見つけたんで、パワプロの能力値とともに紹介していきたいと思います。そっちの方が多分、分かりやすいかもしれないんで。ただ、その能力は全国としての能力じゃなくて、あくまでもHAISAISの中とか、能力のね、持ってる部分はあるんで、その辺の批判コメントはやめてください。では、HAISAISメンバー紹介。はい、1人目はコウスケ。若干20歳の若者でございます。能力はこんな感じで作らせてもらいました。HAISAISでは1番打ってて、自由に楽しく打てるように1番打者にしております。コウスケといえば思いっきりのいいスイングが特徴で、まっすぐに強くて、この当たり、これはね、2021年初戦やったんですけど、初球先頭打者ホームランを打ってました。はい、守っては、若さもあり、バネもあるんですよね。センターを主に守ってるんですけど、この守備範囲です。安心安全のセンターです。普段はね、言葉数が少ないコウスケですが、野球になると、闘志むき出し、このダイビングキャッチや、ランナーの時は、盗塁からのヘッドスライディングなど、ハッスルプレイが特徴です。はい、続いてヤジー。ヤジーはね、こんな感じで能力作らせてもらいました。オリジナル能力ペテン師、そんなヤジーですが、SNS の募集から DM を送ってもらって入団という形になりました。もうね、完全にHAISAISに染まっております。ヤジーの特徴といえばこのパンチ力。ズドン。結構ね、そんなに身長は大きくないんですけど、パンチ力があって、さすが元ラガーマン。これね、フルスイングはしてないんですけど、結構打球が飛びます。このペテン師の特殊能力がついた理由はこちらです。新加入ヤジ。はい、これ怪しい。渋谷ちょっと怪しいな。ヤジ。これがペテン師が誕生したプレイでございます。それからはずっとペテン師と呼んでおります。はい、続いてしゅんくん。能力はこんな感じです。ムードメーカーなんですね。とにかく明るい。そして、大谷翔平大好き。そんなしゅんくんと出会ったのは、19回。この日にね、HAISAISに入りたいと、直談判してくれ、入団になりました。留学経験があるしゅんくんで、こうね、ちょっとアクロバティックなプレーを、普通にします。ただ、100で表情を隠してて、実はメンタルが弱めな、男なんです。めちゃくちゃ焦ってた、この時も。で、この別にいらんところでスライディングしたりとか、まあ、ここがねムードメーカーやなと思うところが、カメラに向かってZポーズ。そんなしゅんくんですが、HAISAIS入団後まだヒットが出てません。左でも打ちますがポップフライ、ちょっとね軟式の打ち方に苦戦してるようです。はい、次は植木。植木の能力はこんな感じ。ちょっとね甘く能力しすぎたかもしらん。まあでも元甲子園球児なんで、まあ、植木のいいところはやっぱりキャッチャーでの存在感。これ、ね、今ちょっとね肩を痛めてるんですけど、ちょっとずつ回復している感じはあります。結構ね盗塁刺してますね。この場面も盗塁を刺す。いいですね。今年度結構刺してますね。以前はなかなか勝負してくれなかったですが、まあ、打線の厚みも新メンバーが入って出てきたということで、最近はヒットを量産しております。はい、余談ですが、試合が楽しい時はよく独り言じゃなくて大声でよくなんかつぶやいてます。まあ、とにかく野球大好きで、トリッキーなプレーも大好き。まあ、こういう感じでね、ファーストに牽制したりとかするので、ファーストの人は注意してください。はい、じゃあ続いて一世。一世の能力はこんな感じです。結構ね、バッティングが今絶好調です。はい、一世の特徴といえば逆方向へのバッティング。シェルダー戦でも逆方向へ長打。そして、違う試合でも技ありのちょこんと合わせてレフト前。とにかくね、簡単には三振しない男です。そして、一世といえばグローブ好き。とにかくメジャーリーグに憧れて、ローリングス、ナイキが大好き。はい、続いてはダッシュ。ダッシュの能力はこんな感じ。とにかくね、短期でエラーをたくさんする人気者です。体格に恵まれており、パワーは多分チーム1。ただ、打席に立つと直行打ちが目立ちます。多分、性格の問題。そして、チーム1のいじられキャラ。まあ、愛されている証拠ですね。ワンちゃんもよくいじったりしております。良い子は真似しないんでね。はい、続いてピッチャーのガチャ。ガチャの能力はこんな感じなんですが、今ちょっとね、肩が痛くてなかなか登板できてません。ワンチャンネルをずっと見てくれてる人は分かってると思いますが、ガチャはね、結構撮影協力してくれたり、カメラマンしてくれたり、運転手してくれたり、こう、サブでね、影で支えてくれているメンバーです。ガチャの特徴はコントロール。コントロールがめちゃくちゃいいんですね。ただ最近はね、肩が痛くて、こう、思い通りにピッチングできてなくて、今はちょっとね、肩を直すために努力しております。はい、続いて亀社長。亀社長は30歳で野球を始めたガチの初心者です。はい、YouTube 始めたての動画があったんで、乗っときます。なかなかね、ボールに当たらなかったり、試合では緊張して、空振りを連発しますが、ここ最近は、あ、これも空振りやった。ここ最近は、結構ね、長打も出たりとか、出塁することが多くなってきました。緊張しすぎてヘルメット忘れるのは結構多いですね。はい、続いて最強初心者、生田氏。生田くんはね、サッカーをずっとやってたんですが、まあ、やっぱり運動センスが良くて、ね、MLB もね、たくさん見てるみたいで、知識はあります。で、特にこう、練習とかしてないんですけど、やっぱ運動センスですよね。エラーしてるところを見たことないですね。そしてサインがないHAISAISでノーサインで盗塁、そしてスライディングもめちゃくちゃうまい。はい、違う試合でもこう打つと見せかけてセーフティーしたりとか、とにかくねそういう小細工が好きな選手です。さすが幼少期に見てた野球が日米野球、さすがやわ。はい、続いて新メンバー、たくみん。能力はこんな感じ。たくみんとはね、YouTube を通して知り合ったんですが、まあ練習一緒にしたりとかすることもあって、まあHAISAISが募集するっていうことで、入団することになりました。はい、たくみんの特徴は、このフリースイングの後のパワープロ感。まさしくやん。パワープロやん。あちさん仕込みのバッティングで、パワーがすごい。めちゃくちゃ飛びます。さすがパワー A。性格はもうめちゃくちゃ真面目でハイサイズにいないタイプの真面目さなんですが、まあとにかくハイサイズに溶け込むことを祈ります。はい、続いてゆうやくん、ワンチャンネルを見てくれててまさかのチーム入団してくれました。そしてゆうやくんといえばこの辺り、マジで福留のような弾丸ライナーで頭上を越すバッティング。そして先日の試合でも打った瞬間分かるホームランを打ってました。とにかくね、センスがえぐい、本当に。で、男前、守備もうまい、言うことないです。こんな能力になります、やっぱり。はい、最後はツイッターでも載せたりくです。ちょっとね、能力はねまだ1試合しか見てないので能力作れなかったんで、また作りたいと思いますが、大学までがっつり野球やっていた男がまさかのハイサイズに入団。 SNS でね、ピッチャーの募集でDM いただいて入ることになりました。これからのりくに注目してください。ワンチャンネルっていうことで、ハイサイズのメンバー、まあ、これがね全員ではないんですね。まだ来てないメンバーとかもいるので全員ではないですけど、まあ、最近来ているメンバーを中心に紹介させてもらいました。まあ、僕はね自分で作るのちょっと恥ずかしいんで今回は出してないですけど、こうやってねこういうサイトもあるんで、まあ、これはねちょっとまた違う動画でアプロ風の能力の作り方っていう動画をね多分明日か明後日ぐらいに出したいと思いますので、まあ、そちらもよかったら気になる方は見てください。こうやって作ることでハイサイズメンバーもやる気もアップすると思いますし、まあ、こういう動画を作るとやっぱ野球も楽しく感じれるし、選手同士でね切磋琢磨していければいいなと思います。では今回の動画は以上です。チャンネル登録、高評価、応援コメントよろしくお願いします。お気に入り。ワンチャンネル